1000人を中心とした部隊は一致団結し結界を張ることに成功する。その結界内でカグヤとガイアは術を決行。気がつくと連合軍はイグドラシルの内部へと転移していた。果たしてハデスがオーディンを打ち滅ぼした前の時間に戻れているのか。それを確認すべく連合軍はミーミルの泉へと進軍した。ミーミルの泉はこの先だ。以前ハデスがオーディンを滅ぼした時には冥府の者たちで溢れ返っていたが、一見した限り今泉を守っておるのはオーディンの手の者のみとなれば、おそらくオーディンはまだ生きていると。かぐや殿とガイア殿の時を渡る術は大成功だったようだ。よかった、やったわね、かぐや。はい、無事にお役目を果たせて嬉しゅうございます。お二人が作ってくれたこの好機、決して無駄にはすまい。何としてもオーディンを救い出さなければ。うん、こうしている間にもハデスが近づいてきているやもしれぬ。急ぎミーミルの泉へ向かうとしよう。この機会を逃せばもうオーディンは救えないわ。一刻も早くミーミルの泉へたどり着かなくちゃ。ならば西の神殿はガイアに任せるとしよう。わしは人の子らと共に東の神殿へ向かう。それじゃガイア殿には紹介殿と担げだ。ゼウス殿には義経殿と俺がお供するとしよう。いずれ退路が必要になるはずだ。私はここで拠点を死守しよう。危険な役目なり、あぬしならば任せられん。皮肉なものだ。復讐を誓った相手を救わねばならぬなど、ドキ、君の気持ち察してあまりある。だが世界を救うためだ。今はこらえてくれ。なんと圧倒的な力だ。俺の番だな。一度戦った戦場に再び降り立てるとはな。カグヤの力は実に見事だ。以前もこうして時を渡り多くの命を救った。ならばこたび過去を変え皆の未来を救うのみよ。腕は求めてやるわ。素晴らしい戦ぶりだな。見ていると私も勇気づけられるよ。素晴らしい戦ぶり。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。頼りにさせてもらうぜ。行くぜ。
すでもなく負けた。受け取ってくれよな。さて地獄だ。嘘だ。俺が負けるなんて。見事な武芸だ。親しき者が活躍すると俺の心も踊る。触れてやるわけにはいかん。これはおあつらえ向きの裏道だ。神殿の後輩から奇襲するってのはどうだい。頼りにさせてもらうぜ。任せとけ。用心は前にあり。おや、通れるようになったか。では遠慮なく進ませてもらおう。神殿を抑えたようだ。ここだな。私たちも急ぎ続かなくては。これでよしっと。さあ力を注ぐわよ。力は十分に注いだはず。泉への門よ、開いて。やったわね。ニーミルの泉へ急ぎましょう。ここまで踏み込んでくるとは。だが私の邪魔はさせん。ようオーディンは立派にユグドラシルを育ててくれたじゃないか。泉にハデスが現れたわ。みんな急いでちょうだい。高いところはあまだか。一気に加藤つける。こういうのは勢いだ。さて仕事だ。行くぜ。気づいたんだよ。いつもなら素晴らしい相手だ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。さあオーディン、お前の力全部俺がもらってやるよ。まさか利用していたというのか。ユグドラシルの力を得るとしてこの私を。ハデスよ、そこまでだ。オーディンの命お前に取らせるわけにはいかぬ。ゼウス、そうか。何もかも全てお見通しというわけか。ハデス、まだ間に合うわ。これ以上バカな真似はやめなさい。やれやれ、まさか全部バレていたとはな。けど俺はこれで面白くなりそうだ。さあ冥府の戦士たち、存分に暴れてやれ。オーディンを血祭りにあげるのだ。俺の分も頑張ってよね。
一体何の邪魔だ。なぜお前たちが私を救う。今悠長に説明している暇はないの。つべこべ言わずについてらっしゃい。あなただって分かってるはずよ。ここを生き延びるには私たちと行くほかないって。やむを得ない島は、もう冥府の者たちに抑えられているわ。敵の少ない西から脱出するわよ。鬼消え、腕は認めている。あっと、さて仕事だ。俺の番だな。よっ、ほらやセリフ。我が豪遊とくと味わえ。受け取ってくれよな。これまでに手加減はできない。さて仕事だな。迂回して敵の少ない南側を進みましょう。素晴らしい活躍だ。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。頼りにさせてもらうぜ。力負けするなって。戦ぶりだな。見ていると私も勇気づけられるよ。行くぜ。私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。撃ち取ったぜ。
という侮辱。さて腕は認めているわ。ここで私を救ってどうするぞ。一体何を企んでいる。あ、もうあなた死にたくないんでしょ。今は全力で生き残ることだけ考えてなさい。言われずとむざむざ殺されるつもりはない。さて死ぬぞ。私を差し置いて目立つといい度胸だ。行くぜ。そうです、良き。お前もオーディンを救いたいのか。奴から受けた痛みと屈辱忘れたわけではあるまい。忘れはしないさ。だが今の私にはそれ以上に大事なものがある。ロキが狙われている。すぐに戻らねば。俺の番だな。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのか。さて仕事だ。驚いちゃった。あなたってこんなにできる子だったのね。おっと、逃がしはしないぜ。さあおとなしくオーディンを引き渡してもらおう。いくら兄の頼みといえどそれは聞けぬな。ここは力ずくで押し通らせてもらおう。俺が出る。手加減はできない。いいぜ、お前たちの気が済むまであがくがいいぜ。どっちみち最後に勝つのはこの俺だがな。父は脱したか。では説明してもらおう。お前たちの行動の意味。分かったわ。私たちもあなたに聞きたいことがある。さあ聞かせてもらおう。お前たちが私を救うなどという血迷った真似をした理由をな。ほう、随分と元気があり余っているようだな。まあ聞け、我らにも事情があるのだ。実はな。つまり私はこれまでずっとハデスに利用され続けていた。そしてお前たちに救われなければハデスの手で滅ぼされる運命だったと、そう言いたいのか。信じられぬだろうがその通りよ。ハデスはずっと待っていたのだ。お前から力を奪いわしに牙を剥くその時をな。仮にそれが真実だとするならば実に不愉快な話。お前たちの言い分到底鵜呑みにはできぬ。だがハデスが私の魂を奪おうとした、その事実だけは確かだ。この命むざむざ奴にくれてやるわけにはいかぬ。
お前たちと争っている場合ではないよ。まずはハデスを撃つ。お前たちも同じ目的ならばそれもいいだろう。存分に利用してくれ。うん、それでよい。目的を同じくする間ひととき休戦するとしよう。上出来上出来。早速だけどハデスを止める方法についてみんなでもう一度整理してみましょう。ハデスはユグドラシルの中心部を手中に収めて力を吸収し、かつてない強さを手にしている。おそらく今も己の力を増幅させ続けているはずだ。先の戦いで皆も感じたと思うが、今のハデスは戦って勝ち目のある相手ではない。奴を止めるにはその力の源を抑えねばならぬ。力の源、ユグドラシルのことか。なるほど。お前たちが私を救ったのはユグドラシルの情報を得るためだったのだな。ええ、そうよ。オーディン、これはあなたの命を守るためでもあるわ。ユグドラシルの力を抑える方法を教えて。ユグドラシルの力を制御することはできん。その力を消し去りたいならば核を取り出し滅ぼすより他ない。ユグドラシルの核、それは一体。ミーミルの泉で目にしたはずだ。泉の中で輝いていたもの、あれこそユグドラシルの核、我が魂よ。オーディンの魂、あれが。ロキ、お前も知っていよう。かつて私はラグナロクで命を落としかけ、一度冥府へと赴いた。ユグドラシルはその際ハデスが私の魂に植え付けたもの。以来それを核として成長してきたのだ。我が魂を滅ぼすか解放するか、どちらかしか道はない。あれを止めるにはない。さあどうする。無論私の魂を滅ぼす選択をするのならお前たちから消すことになるが、今は皆で力を合わせハデス殿と対すべき時、不要な戦いは避けねばなりません。その通りだ。まずは魂を解放する道を探るべきだろう。何より今オーディン殿を撃つなど義に反する。決まりね。それじゃオーディンの魂を解放する方法をみんなで考えることにしましょう。ガイア様、それならば私に心当たりが。実態を得る前、冥府でハデスの動向を探っていた時、興味深い神器を目にしたのです。それを用いれば、あるいは冥府の神器。ペルセウス、もう少し詳しく教えてちょうだい。神以外の者と共に戦場に立つことも増えたが、要塞、お前たち千人もそれなりの力を持っていることは理解した。お前たちの住まう戦界とはどのようなところか少し興味があるな。奇遇だな。私もオリュンポスには興味があるのだ。
機会があれば君たちの住まう天空の都で神を相手に修練を積んでみたいものだ。うん、我らオリュンポスの神と戦界の者たちとで修練を積むか。なかなか面白そうではないか。父上、聞いていらしたのですか。要戦よ、そなたの願いを叶えてやろう。ただしこの異界でな。